パレス・オブ・カルチャーネームド・バレリー・チコローブ・チカロフスクは、ロシア連邦ニジニノブゴロド州の都市、ボルガ川に臨む、ニジニノブゴロド市から北西に 95km。人口は、約1万5千人。古くは、バシロバスロボだ。その後、バシロボと呼ばれていたが、1937年に、この町の出身の有名な飛行士、バレリー・チカロフにちなんでチカロフスクと名付けられた。 元のバシリョバスロボダの名は、12世紀、国境に近かった、この地に、保証基地を築いたバシリー・ユリエビチ公に由来する。町の名は、最も古くは1450年の資料で、言及されている。14世紀から18世紀までは、シュイスキー公が領有していた。その後、モスクワの女子修道院に帰属する。1955年、チカルフスクは、都市に昇格される。 その後、合力水力発電所のダム建設に伴い町の大部分が水没したため、下半の新たな場所に近代的な都市が建設された。1940年に開かれたバレリイチカロフ、博物館がある。ありがとうございます。